はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。まむれです。はい、ゾンビ駆逐旅、バイオハザード4、実況、パート31ですね。はい、引っ掛け小僧こと、ウルヴァリンに、戦い挑まれ、盲目のウルヴァリンということでね、これからやっつけていきたいと思います。じゃあ、行くぞ。うわ、ちょっと、はめられた。くっそ。いきなりですよ。こいつ走るとダメなんですよね。くそ、なかなか手強いですね。やつらは勘が良すぎる。くそ、なんで分かったんだ。すごいですね、こいつら。勘良すぎじゃないですか。おお、こっち来た。ええー。見つからないように。背中かいかい。背中をかいてますね。あ、どこにやってんだか。ここだよー。こう意外に苦しめられましたね。君たちの強さはなかなかだっていう。ここで雑魚たちが出てくるわけですね。顔面ガードマンですか。変態だ、助けて。全体にはあれですよ。こうやって圧倒的な力でね、ねじ伏せるのが一番。よし。なんですかこれ。スピネル。スピネル。なんかありそうですね、ここなんか。上からのなんかアングルが。アシュリーです。ミスター・ケネディ、いい加減死んでください。うわー、落ちた。おっと。お、かっこいいですね。
おや、串刺しのいい響きがない。手口が古臭いんだよ。やりやがったな、ぶっ殺してやる。行け、早く儀式の準備をするぞ。生きているのね、レオン。命拾いしたと勘違いしているなら一言だけ教えておいてやる。私の右腕を刺客として送り込んだ。右腕は取れるのか？そんな口の利き叩いているのも今のうちだぞ。お前は死ねえ。右腕が取れるのか。おお、口刺さってますね。教団の役立たずども、いくら口刺しにしたんだか、かわいそうに。こうも邪魔ですね。まあいいですか。そんなの構ってやんないですね。こういう弾撃ってもいいんですけどね。まあそんなの後にしましょう。まだ金はたまらないのかい。もう少しですね。前ね、ここであれなんですよ。こいつが死ぬことをね、分かったんですよ。こうね、コウモリ切ってたんですよ。そしたらね、たまたまこの売人にあれなんですよ、当たったんですよね。売人っていうか、売人って言ったら、ヤークの売人みたいで、なんか響き悪いですね。見つけた。暗いっすね、ここ。あ、レッハー。嫌なやつの気配が。右腕ですね。サラザールの取れた右腕が襲いかかってきますよ。あいつはあれ、その響き声を、泣き叫ぶ声をあれですよね。その、金のそのやつで伝わってこう聞こうとしたっていうのがね。起きましたね。早っ。でも俺は大丈夫だよ。うわ、暗すぎですね、ここ。危ない。危ない。おっと。おっと。あ、危ない。もうちょい待ち、ちょい待ちですよ、これ。よし、これを入れれば、エレベーターに電力が供給。おっと、閉まってしまった。これは一大事。エレベーター到着まで、パンパンかかります。なんて役立たずなエレベーターだ。ヘルプミー。
電力供給のため一時的にエリアロックされたようだ。シャッターを開ける。はい。開くまでにしばらく時間がかかるようだ。右腕が来ました。メイピカーン。危ない。うわ、連続とは。くそ。やつめ、やりますね。あ、危ない。ちょっと待って、あれ割らして。危ない。うわ、避けたのに。避けてるのに食らいますよ。どういうこと？何も来てないのにかがむっていうね。おし、開いた。よーし。そこでしばらく凍ってな。早く急いでここに向かわねば。エレベーターはまだ来ていない。こんなバカな。早くしないとあいつは来ちゃう。やばい、来てます、来てます、来てます。ハンドパワー来ました。あぶねえ。倒してやんよ。氷な。こいつ許さん。うる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 。血溶けた。うわ、ダメね。うっと、二連続攻撃ですか。ここに凍るやつがあるんだ。ここで凍らせてやるよ。うっと、うっと。これでも暗い。凍ったか。おら、おら、死んだか。まだ死んでない。おっと、危ない。これは無敵状態だよ。氷な。よーし。ということで、もう時間来たんで、ここで一旦終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。